ドナルド・トーマス・ケリーは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、バトラー軍、バトラー出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左ヒ2020年シーズンからは、MLB のピッツバーグ・パイレーツのベンチコーチを務める。現役時代、メジャー昇格後に、投手も含めた全ポジションで、出場経験がある。ニール・ウォーカーとは、義理の兄弟の関係である。 2001年の MLB ドラフト8巡目でデトロイトタイガースから指名されプロ入り。2005年には AA 級エリーシーウルブズで打率340を記録し、後半にはトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ昇格。2006年にはトリプル A 級トレドで打率228と壁にぶつかり、シーズン終了後に40人枠から外されて f a になった。 2006年12月14日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2007年は内外野を守れるユーティリティープレイヤーとして開幕ロースターに入り、4月2日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。しかし、出場機会にはあまり恵まれず、25試合で打率。148と低迷。6月12日にディーフとなり、23日に マイナー契約でトリプル A 級インディアナポリスインディアンスへ配属された。オフに FA となった。2007年11月にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2008年はマイナー暮らしが続きメジャー昇格はなかった。2009年マイナー契約でタイガースに復帰。この年は主にトリプル A 級トレードでプレーしたが6月11日には2年ぶりの メジャー昇格を果たしている。2010年はユーティリティプレイヤーとしてメジャーに定着し、119試合に出場。2011年6月29日のニューヨークメッツ戦ではタイガースが16失点してリリーフ投手を使い切ったため緊急登板。スコット・ヘアストンをカーブで中飛に打ち取っている。タイガースの野手が登板したのは、 2000年のシェーンホルター以来だった。その3日後の7月2日には打撲で途中退場したビクター・マルティネスに代わって6イニングに渡り、保守を務め、メジャーデビュー以来全ポジションでの出場を達成した。この年は二類種と遊撃種を除く7つのポジションを守り、偶発的とはいえ、類いなユーティリティぶりを見せつけた年になった。2012年10月31日に、 FA となり、2013年1月16日に、タイガースとマイナー契約で再契約した。同年もユーティリティプレイヤーとして112試合に出場し、12月2日に1年100万ドルで契約を延長した。2014年オフに FA となった。2015年1月18日に、マイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。4月5日に、 メジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。13日に故障者リスト入りし、7月にはトミー・ジョン手術を受けた。オフの11月2日に FA となった。この年はメジャーデビュー以来自己最小となる2試合の出場に止まった。2016年2月3日にマーリンズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月29日に一旦自由契約となったが、翌日マイナー契約を結び直した。開幕は、参カの AAA 級ニューオーリンズ・ゼイファーズで迎え、7月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月28日に D ゴードンが出場停止処分から復帰のため、d フとなり、30日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級ニューオーリンズへ配属された。10月4日に FA となった。2017年2月18日に引退。さらに今後はタイガースのスカウトとして活動することが明らかになった。2019年シーズンからはアストロズへ移り、一類コーチを務める。2020年シーズンからはパイレーツへ移り、ベンチコーチを務める。ありがとうございます。